サデウス・バラードはアメリカ合衆国の元アリーナフットボール選手であり、プロレスラー。フロリダ州、ボイントンビーチ出身。WWE にタイタス・オニールのリングネームで所属。プロレスラーになる以前はアリーナフットボール選手として活躍。フロリダ大学では各選手権で各賞を受賞。大学卒業後、2003年から2007年までアリーナフットボールリーグでプレーした。 2009年、WWE とディベロップメント契約。参加団体の FCW にて、タイタス・オニールのリングネームでデビュー。2010年、NXT のシーズン2に、ルーキーとして参加。ザック・ライダーをプロに迎え、再開という結果に終わったが、シーズン1の頃に比べて、順位結果の公表が早かったため、実力を発揮することができなかった。 NXT シーズン2が終了してからは、FCW に戻った。12月、ダミアン・サンドウとタッグを組んで、ウェス・ブリスコザビアー・ウッズから、FCW フロリダタッグチーム王座をダッシュ。2011年3月、NXT シーズン5に、今まで NXT に参加し、脱落したレスラーたちが再び NXT の頂点を目指すという名目で参戦することが決定。 プロはホーンスワグル。序盤は負けなしの活躍を見せ、脱落免除の救済ポイントも抜群に多く取得。しかし、長く続いたシーズン後において、抗争を続けたダレン・ヤングとの決着を機に、突如、ヒールターン。それまで親友として活動していたパーシー・ワトソンと、抗争したり、ヤングとタッグを組んだ。だが、後に、タミーナに惚れたヤングが試合をおろそかにしたことで、 タック解消を言い渡すものの、2012年4月から、ヤングと共にスマックダウンへの昇格が決まる。この件により確執はなくなり、プライムタイムプレイヤーズなるタックチームを結成。WWE タック王者である、アール・トゥルースコフィ・キングストンとの試合で、前線の末に敗戦。その後、三つ、ドモエタック戦でウソーズや、プリモエピコに勝ち、 再挑戦の権利を得たかと思われたものの、RAWGM であるアージによって、ダニエル・ブライアンケインとの試合を組まれた結果、敗戦し、挑戦権を失った。2013年8月、ヤングが実生活においてバイセクシュアルであったことを公表したことから、PTP はフェイスターンすることになった。以降、プッシュされるようになり、ファンの後押しなども受けて9月15日、 PPV である、ナイト・オブ・チャンピオンズ2013にて、WWE タッグオーザー挑戦権争奪、タック・ター・モイル・マッチに勝利し、タッグオーザーを保持する、ザ・シールドに挑戦。前線するもダッシュするに至らなかった。2014年1月31日、スマックダウンにて、ライワクセルと対戦した際に連携ミスが起こってしまい、敗戦。これに憤慨したオニールは、 試合後にヤングを襲撃してタックの解消を告げて退場。2月16日、PPV のイルミネーションチャンバー2014にてヤングとコン戦を行い勝利し、決着をつけた。8月、ヒース・スレーターと共にスレーター・ゲーターなるタックチームを結成。また、NXT にも出場。自らを番組の主役にするよう主張し、エイドリアン・ネビルが保持する。 NXT 王座を狙い構想を展開するも、ベルトをダッシュするに至らなかった。2015年2月、ジアセンションに襲われたヤングを助け、タック再結成を果たす。6月14日、マネーインザバンク2015にて、WWE タック王座を保持する、ニューデート対戦。最後に、ウッズにクラッシュを舞台タスを決めて勝利し、ベルトをダッシュした。2016年10月、 ヤングとタックを再度解消。タイタスブランドなるセルフプロデュースを信条とするヒールギミックに転向。2017年4月17日、タイタスワールドワイドのある企画を発案。アポロクルーズをエージェントに迎え、売り出しにかかる。6月26日の RAW では、戸沢明と契約を交わしたことを発表。2018年4月27日、 サウジアラビアで開催されたグレイテストロイヤルランブルのメインイベント50人グレイテストロイヤルランブルマッチで39番目に登場入場時に走っていたところを点灯してリング下に頭から突入この事象がワークではなかったことから反響を呼びタイタスワールドワイドとかけたタイタスワールドスライドと呼ばれる結果になったクラッシュオブタイタスクラッシュオブタイタスフィニッシャー スパインボムミリオンダラースラムパンプハンドルスラム。2015年に使用したフィニッシャー。クローズラインショルダー、タックルコーナーボディスプラッシュランニングビッグ、ブートビッグブートバックブリーカードロップドミネーター、ゲットをブラスターダレンヤングとの合体に。オニールがバックブリーカーホールドで相手の動きを封じたところをヤングがダイビングエルボードロップを決める。WEW。W e w ダレン・ヤング FC ・ FCWW ダミアン・サンドありがとうございます。